皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はじゃん、こちら、このような小さなラベンダーを編んでみました。手のひらサイズのとても小さなお花です。全体の長さがまあ6センチから7センチぐらいで、お花の部分がまあ 2.5 センチぐらいで作っています。ひまりちゃんのね、手に持たせてあげたりとか、お部屋のインテリアにしても可愛いかなと思います。編み方はとっても簡単で、ここの紫のところをね、お花の部分編むだけなので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。で、お花を編むのに使用するものですけど、前回カーネーションを編んだんですけど、その時と同じ、ダイソーさんで購入した刺繍糸で編んでいます。この紫はもうちょっと濃いね、ダークカラーみたいな紫で編んでいますけども、今回はパステルカラーが余っていたので、パステルカラーの紫色で編んでみようかなと思います。それから使用するかぎ針は2号を使用します。あと茎の木の部分は、こちらはねセリアさんで購入したんですけど、緑色のフラワー用のワイヤーがありますので、これを1本使用します。そして茎のところには、こちらもセリアさんで購入しましたフローラルテープですね。このテープを巻いていきますので、こちらも使用します。あとお好みでリボンをつけたい場合は、このようなね飾りのリボンも使用します。それからワイヤーを切るのにニッパーとか、ワイヤーの形成にペンチがあると便利かなと思います。手芸ボンドも使います。はい、こちらが今回使用する材料になります。それでは編み始めます。まずはこのワイヤーが長いのでカットします。1本の長さが36センチありますので、ちょっと切りよく3等分にして12センチずつにカットしようと思います。使いになるねワイヤーの長さで、切りのいいところでカットしてもらったらいいんですけども、今回は約12センチのところでカットします。3本用意しました。これを後から半分に折りますので、出来上がりの茎は5、6センチになります。ではお花の部分を編んでいきます。で、ちょっと編む前に糸を引き出しておいて、そして鎖編みから始めます。左手にこのように糸をかけて、そしてかぎ針で後ろから手前にくるっと糸を持ってきて引っ掛けて、鎖編みの作り目を作ります。ここから鎖編みを10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、鎖編みが10目編めました。そしたら1段目は、この鎖編みの裏山の目を拾って細編みを増減なく編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから、この鎖編みをくるっと返したら、見えてくるこの鎖の裏山を拾って細編みを1目編みます。同様にしてこの裏山を拾って細編みを1目、裏山を拾って細編みを1目、このようにして全部で10目編んでいきます。1段目が細編み10目編めました。次の段は細編みと鎖編みを組み合わせながら目模様を作っていきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、そしてくるっと向きを変えてこっち向きにして、まずは最初の目に細編みを1目編みます。
細編みを編んだら次の目に行く前に鎖編みを3目編みます。 1,2,3 目、鎖編みを3目編んでから隣の目に移動して細編みを1目編みます。でまた隣に移動する前に鎖編みを3目編んでから隣の目に細編みを1目編みます。はい、これの繰り返しです。鎖編みを3目編んで、で隣に細編みを1目、鎖編みを3目編んで細編みを1目、1,2,3 1,2,3 1,2,3。この前段の目は一目飛ばしたりしないでそのまま隣の目に編んでいきます。編んでいくとまっすぐじゃなくってだんだんこのようにカーブをしてくると思うんで、これで大丈夫です。 1,2,3 はい、最後まで編めました。で、この自然にできたカーブをね、利用してこれをくるくると、こうくる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 と巻きつけて、でお花を形成していきます。なのでもうここで糸は切ります。ちょっと気持ち長めにカットしておいて、この先端の方の糸はいらないのでカットしておきます。そしてこのお花をワイヤーにつけていきます。どこでもいいんですけど、入れやすいところにワイヤーを入れて、ワイヤーの先をくるっと曲げて引っ掛けます。で、抜けないようにしっかり目に閉じておきます。不安なのでボンドもつけておきます。そしてこの編んだお花の部分をワイヤーにくるくると巻きつけていきます。先端のワイヤーは見えないようにして、感じですね。で、最後糸が残っていると思うので、この糸をワイヤーに キュッと巻きつけて、巻きついてはいますけど結構ゴソゴソ動くので、ちょっと最後にまたボンドをつけようと思います。で、その前にこの茎を完成させてしまいます。今結構茎が長い状態です。ラベンダーなので結構長めの茎でも可愛いかなと思います。お好きなところでね、折り返してもらって、ちょっと長めにしようかな。で、ちょっと余分なところはカットしてもらってもいいです。これもちょっとネジネジ、残った糸もくるくると巻きつけてしまって、そして最後にフラワーテープで留めていきます。お花の付け根のあたりからちょっとテープをね、引っ張りながらつけていくといいです。はい、これで茎ができました。はお花をちょっと固定して、ちょっとめくりながらちょんちょん、あまりつけすぎるとボンドが出てきてしまうので気をつけます。
これで1本目完成です。茎の部分を長めに作ってみました。こんな感じであと2本とか、まあ、お好きな本数作って花束にしてもらったらいいかなと思います。でお花のここの部分も今鎖編み10目で作ったんですけども、もうちょっとボリュームがあった方がいいなっていう場合は最初の鎖編みをプラス3目とかして作ってもらったらもう少しボリュームが出るかなと思います。こちら鎖編みを13目に変えて1段目2段目は同じ編み方で編んだものです。比べてみるとちょっとだけボリュームが出ています。それから逆に3目減らして鎖編み7目でも編んでみました、まあ、お花なのでね、全く同じ大きさであるのも変なので大きいものであったり小さいものであったりいろんな大きさをね組み合わせながら花束にしてもらったらいいかなと思います。はい、リボンを巻いて完成です。今回編むところはちょっと少ないんですけども、こんな感じで何本か編んでもらって花束にして初夏の時期にラベンダーぴったりかなと思いますので、まあ、ぜひ参考に編んでいただけたら嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。